はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回もですね、ワンホビ34のレポートをしていきたいと思います。まずはこちら、ウィングさんからゆるキャンの斉藤えなちゃんが初の色付けてこますでの展示となりました。いやー、かわいいです、ちくわがやはりね、犬子といえば眉毛、えなちゃんといえばちくわでしょう。で、このえなちゃんは青いモコモコのダウンジャケットを着ていて、暖かそうなマフラーとふわふわの帽子、ちゃんとね、この腕の隙間からちくわの足が出ているところも可愛いですよね。で、これが寝袋とフリスビー、小物がいろいろとつくのもこのシリーズの特徴ですね。で、これでゆるキャン5人全員制覇ということでございます。ウィングさん、感想おめでとうございました。で、こちらが現在予約受付中の大垣千秋、こちらの小物には火のついた薪がついていて、で、この子は結構薄着なんですよね。まあコートはね着ているんですけれども、いつも僕アニメ見ていて寒くないのかなって思っているんですけれども。で、おなじみのメガネをかけてのグッドポーズ、I'll be back ですね。で、作りに関しては僕はね、この子が一番クオリティが高そうな気がします。で、こちらも現在予約受付中の鏡原なでしこ、アウトドアルックで、こういったふわふわのドレスみたいなのってあるんですかね。まああるんでしょうね。髪の毛に合わせたピンク色がなんかなでしこっぽくて可愛いです。このね、スニーカーの差し色のグリーンが効いてますよね。で、人妻感が強いと噂の犬山葵。そうですか？そんなですか？そんなにね、フェロモンこの子出ているのかな？でもこの子結構人気があるんですよね。僕はね、てっきりゆるキャンはシマリンに人気が偏っているのかと思っていました。で、そのシマリン、こちらも再販されるほどの人気のフィギュアです。いやー、このソロでののんびり感、いいですよね。まあでも結局このシマリンに色々と小物類、キャンプグッズが付属しています。まあそう考えるとこのシマリンが、まあ今市場に出回ってる分がはけてしまったら再々販売もありそうかもです。で、こちらがボンバーガールのパイン。いやー、本当にこれパインってますよね。パインパインって感じです。まあエロエロですよね。一応ね、水着みたいなものは着ているのですが、ただこう引っ張りすぎているだろうと紐をね。で、髪の毛が金髪かな？そしてその水着もゴールドで、まあなんかキンキラキンなんですよね。うん。激しいですね、この子は。で、ただでさえ大きいのに6分の1スケールなのでさらに大きくなっております。ごちそうさまでした。で、これが狼ずきんちゃん。赤ずきんではなくて狼ずきんでございます。何か狼のようなぬいぐるみを抱いていて、立場が逆転している感じでしょうかね。まあでも可愛いですね。結構このズキンの赤色も渋い感じなので落ち着いてる感じでいいですね、このフィギュアは。髪の毛もふわっとこう、ふわっとボリューミーでズキンをかぶっているのに存在感があります。まあこちらもね、色がついているので近いうちに予約開始となりそうです。で、これがイラストレーター猫さんの侍です。本当にね、最近多いですよね、猫さんのフィギュア。で、このように体が細いのが特徴的で、めっちゃかっこいいと、渋いですよね、なんか。コスチュームが黒いのも猫さんの特徴で、で、結構これよく見ると、造形も細かいんですよ。黒一色に近いから分かりづらいんですけれども、結構細かい造形になってます。で、侍ということで、長い刀のようなものを2本持っていると、なんか衣装もね、甲冑っぽく見えますよね。うん。これかっこいいですね。発売が楽しみです。で、これがマギアレコードのアリーナグレイ。すいません。ちょっと僕ね、わからないんですけれども、マギアレコードになってから、一気にキャラが増えましたよね。で、こんなカラフルな子がいるんだと、スカートの配色が、カラーチャートみたいな感じですよね。うん。ですよね、これ。まさしくぐるっとこう、一周する感じでしょ？面白いですよね。で、これはまだ原型ですが、プリンセスコネクトのエリコ。こちらが開発進行中です。プリコネファンとしては嬉しいですね。で、これも原型ですが、マリノアトリュレス。なんかね、舌を噛みそうな名前なんですが、ウェイトレスですかね。なんだろう。まあ、ちょっとね、お色気フィギュアなのかな。このね、クリアパーツがさりげなく気になりますね。で、残念ながら桜島舞さんがメンテナンス中でありませんでした。
で、変わりましてこちらがファットカンパニーさんです。まずはアニメ2期が始まった無職転生からロキシー師匠です。いやー、ロキシー人気ありますね。これもいろんなメーカーから出てきておりますが、そろそろオプションパーツで保身体をつけてほしいと思います。で、このロキシーは杖を持って魔術を発動しようとしているところでしょうか。あの服にねボリュームがあるので、あまり激しいポージングはつけづらい感じなのかな。ロキシーはこの衣装以外のロキシーってあまり印象にないですもんね。で、こちらも色がついているので近いうちに予約開始になりそうです。で、こちらは現在予約受付中のアイマスの真由住冬子。こんな子がいるんですね。この緑色がなんともエキゾチックというかすごいです。これはステージ衣装のネオンライトロマンサーというらしいです。で、これは原型ですが、ニューダンガロンパの赤松楓。僕この作品知らないんですけど、結構フィギュアがね、出てますよね。ただみんなファットさんが出しているのかな?で、台座が大きいというか、これもジオラマ風の感じなのかな。で、これがアークナイツのシャイニング。これもまたね、すごいのが出てきました。アークナイツも色々とフィギュアが出ていますけれども、これはすごいですね。これこそジオラマ風というか、ビネット風というか、まあ台座を含めてのボリュームがすごいと。最近はこういうのが本当に多いですね。で、髪の毛がクリアパーツなんですけど、結構透明感も強くて綺麗ですね。でよく見るとこれね、カラスが結構いるんですよ。木に止まっていたり、しかもね、みんなよくできているの。いやー、細かいですね。でもね、これファンの人は嬉しいですよね。うん。ただね、お高そうではありますが。で、これがシャドウハウスのエミリコ。これもちょっとよくわからないんですけれども、メイドさんですかね。ちょっと違うかな。まあ、健全アニメのヒロインっていう感じがしますね。で、こちらはね、スケールが6分の1です。で、これがペルソナの吉沢かすみ。これも現在予約受付中です。まあ、この子もフィギュア結構多いですよね。で、ペルソナもそろそろ新作が出てきそうな感じがしますかね。で、これがドルフロです。ファットさんはドルフロ多いですね。で、これが DP12。7分の1スケールですが、お胸はね、それ以上ありそうです。もうたっぷんたっぷんですね。で、これ銃を後ろに隠しているから、なんかねアズレンのキャラにも見えるんですけれども、最近なんかこういうフィギュア多いですよね。巨乳のお姉さんが膝を崩して座っている感じの多いですよね、本当に。で、何かドローンのようなものが飛んでいると面白いですね。で、これもドルフロ VSK94。 僕はこういう方が好きなのですが、なんかあの真面目な感じなんですけれども、さりげなくエロいと。まあさりげなくもないけどね。でも顔が真面目なのがいいですね。まあ真面目というか険しい表情、戦いの最中みたいな感じがいいと思います。しかしこの子もでかいぞと。でもこれよく見ると足にはタイツを履いていて、それが破れている、まあいわゆる重傷バージョンってやつですかね、これは。いやー、これはね、買いでしょう。早く色付きが見たいです。で、これはまだパネルですが、RO635 というのも出るようです。いやー、ドルフロ構成も激しいですね。そして来ました、オーバーロードのアルベドです。しかし、またしてもアルベドかと。まあね、イビル愛も出していますからね、ファットさんは。でも、できたらね、アルベド以外、プレアデスとかね、出してほしいな。あの、ナーベならアルベド以上に売れると思うんですけれどもね、どうなんでしょう。ちなみに僕は青のバラのラキウスが好きです。どっか出してくれないかな?で、このアルベドはお座り系です。翼が大きく広がって台座からはみ出ています。いや、すごいね、これ。これも多分原作版でしょうね。いやー、でもね、楽しみです。で、変わりましてこちらがマジックモールドさんの重兵装型女子高生の1。こちらはまだ原型での展示ですが、以前に6を出していますよね、マジックモールドさんは。僕もあれ買って開封レビューをしています。なかなか良かったですよ。あの、ボウガンみたいなものを持っている子です。結構複雑な造形なんですよね、このシリーズも。で、確か1はフィグマも出てまして、再販までされている人気ぶりです。なかなかこれも人気のあるシリーズのようで、これもね、猫さんのやつなんですよね。すごいですよね。で、こちらも早く色付きのデコマスが見たいです。マジックモールドさんもこれシリーズ化で出してきそうな感じがしますね。で、これも猫さんです。AZ シリーズの F01。アルミナというメーカーから出ているようです。
僕もね、名前くらいしか知らないのですが、アイマスとかを出しているのかな。で、この AZ シリーズはミートさんからも出ていたのですが、日本のブランドからも出るというのが楽しみですね。まだ原型ですが、作りも良さそうです。原型にシールを貼ってるんですね。これ面白いですね。まあ、個人的にはこのハイウエストのズボンがたまらないです。しかもでかいと。で、これもそのアルミナというメーカーから藤井巨子先生のフィギュア、水底のアリス。これまた可愛いフィギュアが出てきます。あの藤井巨子先生も本当に人気ありますね。今回もこのワンホビ内だけでも結構出てましたよね、フィギュアが。すごいですね、イラストレーターさんって。で、これもそのアルミナさんからアイマスの神崎蘭子。アイマスの中ではこの蘭子が一番フィギュアが多く出ていそう。やっぱ中二病は人気があるんですかね。で、こちらがですね、中国のイラストレーターの方の作品を立体化したらしいんですけれども、僕これね、すごく気になってます。多分今回のワンホビの中で一番気になっているというか、もしもね、どれか一つしか買えないと、そんな変な条件をつけられたら、多分これを買うんじゃないかと思います。それくらいね、これが気になって仕方ないです。パッと見の彩色が美しいのと、これ膝下がないじゃないですか。これが僕ね、気に入った一番の理由だと思うんですよ。なんかバランスがいいんですよね。これノンスケールなんですけれども、おそらくね、5分の1から4分の1くらいはあるんじゃないかと思うんですけど、もっと大きいかな、3分の1近くまであるのかな。そこまではないかな。ただそのスケールで直立してしまうと縦に長くなるじゃないですか。でもこれは膝下を切っているから、なんかね、バランスがいいんですよ。で、さりげなくエロいと、紐で隠しつつも下着を見せていると、この美少女フィギュアの萌え、この部分もきちんと出しているのが素晴らしいです。やはり萌えですよ、萌え。美少女フィギュアは萌えがあってなんぼです。結構これもね、お高くなるとは思うんですが、僕は買いますね。これは後ろのアクリルボードみたいなものもつくっぽいです。いやー、本当にね、素晴らしいですね、これ。こんなのをね、もっともっと出してほしいと思います。はい、ということで大変長くなりましたが、これにてワンホビレポートは多分終了になると思います。まだね、紹介していないものもあるんですけれども、何かのタイミングがあれば紹介するかもしれません。すいません。ではでは、最後までね、長い間お付き合いいただきましてありがとうございました。これだけみっちりやったのは僕も初めてだと思います。まあ、コロナの影響でね、会場が空いていたので、じっくりと撮影できたことも要因だとは思います。グッスマさん、そして東京フィギュアさん、そして視聴者の皆様方、本当にありがとうございました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ではでは、フィギュア大好きといっかんでした。